さあ今夜も始まりまりした深夜にカップ麺を食べるだけのやべえ番組カップ麺大図鑑チャンネルの時間でございます突然ですがあなたの好きなセブンイレブンのカップ麺を教えてください猛ンメン仲本と一等堂杉江富田誰もがレベルの高い合格点を超えると思うよでも本当に自分好みのカップ麺はやっぱり自分で見つけなきゃいけないんだということで今回は 最高にクールなカップ麺を食べていく。まずは何から取り掛かろうか。そう、お湯沸かすんだ。あとは、簡単、3分待つだけだ。先生の好きなカップ麺は何ですか聞いたところでどうせ空気ないんだろう。いちいち聞くな、俺の動画のジャンルはフードじゃなくてインタビーなんだよどうしても知りたきゃッの都文化の破壊エンジン、Google 先生にでも聞いてこい。実食<色>うん。 トマトの酸味は確かに効いてるけど、辛さは控えめでちょっと物足りないかな。トマトの旨味がベースだから万人受け合しそうだけど、もう少し刺激が欲しい人には向かないかも。全体的にマイルドで食べやすい。でもインパクトは弱めかもね。めっちゃ普通。ごちそうさま。